ベネデット・コトルリ、ベネデット・コトルリ、ラグサ共は国から1469年、ラクイラ、イタリアは、商人、人文主義者、科学者、アラゴン王国外交官、ナポリ王国裁判所裁判官。1458年3月17日、商業技術の本の題で、ベネツィアで出版された。この書物は、会計の父と呼ばれるルカパチョーリの、 スムマが出版される36年前に複式簿記について言及したものであったが、115年後に出版されたために世間の目に触れることは長い間なく、パチョーリが最初に複式簿記について言及した人物とされていた。コトルリは世界で初めて複式簿記という言葉を使った点でも評価されている。 デラ・マーカントゥーラ・イデル・マーカンテ・ペルフェットの1475年版の写本はマルタ国立図書館に所蔵されている。1484年3月17日の写本はフィレンツェ国立中央図書館に所蔵されている。ありがとうございます。